はいどうも、いったんです。めっちゃ髪すごいでしょ。さっきね、撮影前にバーって上げてみようと思ってバーってやったらこんなオールバックになりました。本当にね、もう髪伸びるペースが僕めっちゃ早いから、まあ、髪伸びるのが早いのか、そう毛量が多いからそう見えるのかわかんないんですけど、切りに行かないといけないなって思ってます。でもね、最近その TikTok が伸びてるのかわかんないんですけど、こう美容師系 TikToker みたいな人たくさんいるじゃないですか。そう、なんかそういう人から結構コラボの依頼っていうかね、撮影させてほしいですとか、撮影してもらっていいんで無料で切るんで来てくれませんかみたいな、まあ、依頼というか案件みたいなのがね結構来るんですよ。そうだから、まあいつもね同じとこで切ってるんですけど、まあ、たまには気分転換で、まあ、無料で切ってくれるんだったら行こうかなみたいな、まあ、最近ちょっとね思ってますね。あと、まあちょっと切るんだったらね、結構短くしようかなって思ってます。もうめっちゃ雑談なんですけど、今日はゆるーく動画をやっていきます。はい、で今回のまあ企画なんですけども、こちらですね。はい、株主優待なんですけど、こちらで晩ご飯を食べていこうっていう、まあ、これ前にもやったことあるんですけど、そういう企画をやります。で以前ね、その株主優待で晩ご飯を食べようの企画、こちらの動画ですね、これは概要欄に貼っておくので、まだ見てないよって人はぜひ見てください。はい、でね、まあ、今回もこれね、スカイラークっていうガストとかバーミヤンとか、まあ、シャブヨとかそういうね飲食のチェーン店の、株主優待です。で、まあ、株主優待ってね、どうやったらもらえるかっていうと、そのね、まあ、会社の株を買うと大体ね半月に1回ぐらいなんですけど、こういうね優待がもらえます。で僕はそのスカイラークの株持ってないんですけど、これおじいちゃんがねスカイラークの株持って、で今回またくれたので、片方はねもう前にもらったやつで、これ多分1000円ぐらいしか残ってないんですけど、こっちはもうマックスで5000円入ってるんで、まあ、ちょっとねいいもん食べようかなと思って、まあ、今回もガストなんですけど頼んでいこうかなと思います。あ、なんか今財布見たらこんな中羽のなんかスクラッチが入ってました。竜田揚げ2つと、なんだこれ、ハイカラうどんがもらえるんですけど、見てください。残念ながらもう期限が5月31日ということで切れてましたね。まあ今ね、まあ、コロナで緊急事態宣言も出ててね、飲食店結構厳しい状況だと思うので、まあ、こうやってねテイクアウトとかをしてね、飲食店に還元できたらなっていうふうに思ってます。まあ、株主優待が果たしてそのお店のためになるのかちょっとわかんないんですけど、まあね、せっかくなんで使おうと思います。はい、それじゃあ早速注文していきます。はい、でね、前回頼んだのがこちらなんですよ。リブロースステーキ重っていう1403円のねやつを、まあ、頼んで食べたんですけど、今回はね、こちらですね、はみ出るステーキ弁当っていう、これニューって書いてあるのも新しいメニューだと思うんですよ。前回頼んだ時これなかったんで、そうなので、まあ、これをね今回頼もうと思います。1187円ですね。なんかソースが選べるんですけど、ガーリックソース、醤油ソース、おろしポン酢、シャリアピンソースってなんか4つあるんですけど、まあ、僕はガーリックソースでいきます。でご飯大盛りプラス43円ということで、1230円ですね。今17時半、5時半なので6時過ぎに受け取りに行きます。はい、ということで注文ができました。18時10分、6時10分に予約をまあしてるので、ちょっと今から、まあ、少し時間あるので待って取りに行こうと思います。はい、ということで、はい、テイクアウトしてきました。めっちゃいい匂いしてるからね、早く食べたいです。そう、取りに行ってる最中に雨がめっちゃ降ってきて、もう雨濡れて最悪でしたね。それでは開けたいと思います。おお、ご飯も大盛りでよし。はい、ステーキこんな感じです。これがガーリックソースらしいですね。あとこの横にねポテト、コーン、グリーンピースもついてます。こんなステーキ弁当です。よし、 OK、 ちょっと熱い、クーラーつけて、それじゃあいただいていきましょうか。はい、それではいただきます。やばい、ちょっとめっちゃこういうねステーキとか見るとねめっちゃお腹減ってきますよね。じゃあいきなりなんですけど、こちらのステーキからいただきます。うーん、おいしい。おお、おいしい。うん、このステーキのガーリックソースなんですけど、なんかどっちかというとミートソースみたいな
感じの味ですね。あの前回のリブロースステーキ重だったかな、あれはね、あんま美味しくなかったんですよ。そう、動画でも言ったんですけど。でもこのステーキ弁当はね、本当に美味しいですね。やったね。しかも前のステーキ重より安いっていう。このポテトもいただきます。まあこのポテトはあのガストの定食によくついてますね。はい、次はさっきよりちょっと大きめのやつ。おいしい。いやー、この株主優待生活は桐谷さん顔負けですね。僕ねガストのこのコーンと豆めっちゃ好きなんですよね。これおいしいんですよ。最近ねマジでめちゃくちゃ暇なんですよ。そう、就活も終わったし、もう授業もほとんどないし、めっちゃ暇で、でも友達まだ就活してる人も結構いるし、あと公務員になる人とか先生目指してる人とかはめっちゃ勉強してるし、しかも居酒屋とかね、休業してるんで全然遊べなくてめっちゃ暇なんですよ。でこの間ね、久しぶりに友達と焼肉にね行ったんですよ。もう本当に久しぶりすぎてめちゃめちゃ外食いいなって思いましたね。そう、だからこういうねテイクアウトとか最近ね僕ハマってねめっちゃしてますね。本当はねこれデリバリーで頼もうかと思ったんですけど、デリバリーで頼むとね株主優待で払えないんですよ。確か現金だけか、ペイペイもいけるかな、なんかそれぐらいで。そうだからね、株主優待で払うときはね、取りに行かないとダメなんで。そうだからこういうね雨の日とかマジで最悪ですね。あー美味しいわマジで。やばい、ポテトがめっちゃ崩れた。これステーキの玉ねぎのせ、こういうのってね一緒に食べると美味しいんですよ。そしてご飯が進む。はい、ということで最後の一口まで食べ進めました。テレビでプロ野球見ながら食べてたんですけど、もう今ねちょうど交流戦をねやってるんですよ。でまあ僕日本ハムファンなんで日本ハムのまあ試合を見てるんですけど、もう本当にね今年の日本ハムはね弱いですね。まあずっとね家にいるんで、ダゾーンもね契約して毎日ね日本ハムの試合見てるんですけど、ストレスもね僕自身たまるような試合もね多いですね。でもね今年まだパリーグね結構混戦でね全然優勝の可能性あるんで、まあこれからもね頑張って応援しようと思います。はい、じゃあ最後の一切れいただきます。一番大きいやつ残しました。はい、こんなめっちゃでかいやつ。それでは最後の一切れいただきます。ご飯も一緒に。はい、ということで完食です。全部食べました。なんですけどこれ大盛りにしたんですけどね、意外と満腹にならなかったですね。まあ、まだ7時前なんで、まあこの後まあ夜食でもね食べようかなと思います。あと最近ね僕の早起きがどんどんエスカレートしていって、そう5時台とかにね起きる日もあるんですよ。であんまりね朝早く起きるとお腹が減るんで、朝ね最近豚汁飲んでます。もうめちゃくちゃどうでもいい情報なんですけど、あと今ねこの100万円企画やってるんで、これをね毎日頑張ってます。はい、ということでね今日はゆるーく株主優待で、まあ、晩ご飯を食べるっていうね動画を撮っていったんですけど、まあね投資とかそういう動画ばっかじゃなくてね、まあ、こういう大学生の日常みたいな動画もねどんどん撮っていこうと思います。皆さんもねぜひ株式投資挑戦してね、まあ、こうやって優待とかでご飯食べれたりするので、ぜひね興味がある方は挑戦してみてください。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。